本プロ麻雀連盟角地加子です。普段はどちらのリーグで運営されてるんですか？名古屋リーグの JPC 名古屋リーグの運営をしてます。はい、今日東西戦でメイン MC を務めるということですが、意気込みの方お願いします。皆さんが、楽しんでいただけるようにスムーズに進行していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、GPC 静岡リーグの、運営を担当させていただきます、担当させていただいてますキューと申します。よろしくお願いいたします。今回から、GPC 東西対抗戦が始まりましたけど、それについて何か一言お願いいたします。はい、ですね、今回の東西対抗戦っていうのは、ちょっとグランドチャンピオンカップと僕はちょっと違う風に捉えて、ちょっと一種のお祭り的なものと考えてまして、選手選考の方もですね、グラチャンの時とかはその年間の総合の成績で決めさせていただいてたんですけど、今回はその出たい人を立候補制にさせていただいて、立候補していただいた中から選抜して選手を選ばせていただきました。片山雅之です。普段どちらのリーグでご参加されてますか？主に東京リーグと東京著名人リーグですね。はい、では今期の成績はどうでしょうか？今期が悪いんですよ。どこ行っても負けてて、もうグラちゃん出れなそうなんで、もう今日は頑張りたい。今日は頑張りたい。グラちゃんは解説に回りそうなんで、今日はちょっと活躍したいです。じゃあ今日の意気込みをじゃあお願いします。一応これは東の大将っていうことなんでね、気合い入れて、で、あとその味方がいるんで、味方とね、呼吸を合わせてね、なんとかね、着順をね、取っていきたいと思いますね。でも東の大将ということですので、チームにも一言何かお願いします。東の方が強いと思うんで、頑張ろうみんな。ありがとうございます。お名前をどうぞお願いいたします。どうも、トークの空気は全く読めませんが、卓上の空気は全て読み切る男、麻雀ダイス芸人のスタジオ門田です。よろしくお願いします。はい、長くありがとうございます。はい、冷た、はい。いつも参加されてるリーグはどちらでご参加されてますか？いつもは東京著名人リーグの GPC で、かオクタゴンの著名人リーグですね。オクタゴンって分かります？オクタゴン分かりますよ、もちろん。はい、渋谷にあるその2つですね、大体ね。今期の成績の方は今どうでしょうか？オクタゴンがもう今期終わりまして、オクタゴンは優勝しました。あ、そう。今期の優勝は、リーグの優勝で、今、GBC も今1位。え、そうなの？はい、両方1位。あ、素晴らしい。今年はダブル1位、1位を目指して、はい。すごいですね。はい、では、ちょっと先ほどがね、配信卓だったんですけど、はい、今日の意気込みと、それを等を含めて視聴者の皆様にちょっと何か一言お願いいたします。もう3回戦終わりましたんで、もう自分の個人優勝はここではなくなってしまったんで、もう4回戦もチームのために、片山先生のために徹して頑張るのみです。はい、はい、ありがとうございました。名前お願いいたします。どうも、チャーミー中本と申します。普段参加されてるリーグはどちらで？東京の GPC、はい、著名人リーグ。そうですね、なんか著名人っていうのもおこがましいですよね。では東京著名人リーグからということで、はい、今期の成績はどういう感じでしょうか？現在、かつてないほどひどい成績でございます。ひどい成績でございますか？はい、今日1回戦目でしたかね、配信卓だったんですけれども、まだ最後のね、戦いもあるので、はい、今からというか今日の意気込みを何か一言、さあの視聴者の一言お願いいたします。はい、これは結果が出てるって言っていいですか？結果は分からない。全部流れてますけど、今現在今からの意気込みで大丈夫。今から、はい、3回戦終わった、はい、大丈夫ですよ。はい、分かりました。意気込みで大丈夫です。いや、配信卓ではドラスを引いてしまったんですけども、その後2回戦、3回戦と一応トップと飛ばしていただきましたので、最終戦もトップで終われたら優秀の美が飾れるんじゃないかなと、そしてなんとか東軍が勝てるように、微力ながら頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ダイヤモリスと申します。
普段ご参加されてるリーグはどちらで参加されてますか？あ、東京名人、東京名人リーグ。東京著名人リーグですね。言いにくいですよね。著名人リーグです。すいません。はい。今季 の、 成績はどのような感じでしょうか、現在は。リーグの方ですね。はい。でトントンぐらいです。トントンぐらい、あんまり、ね、参加できてなくて今年は。あ、そうなんですね。はい、はい、では、今日の意気込みを視聴者様に何か一言とともにお願いいたします。あ、はい、この関西、関西と関東が対決するっていうので、ちょっといつもと違う戦略が面白くて、なかなか味方に差し込もうとしてもなかなか差し込めないっていうのがよく分かりました。まあでも頑張ります。はい、ありがとうございました。お名前お願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。関西著名人リーグ所属の今さくらと申します。どうぞよろしくお願いします。普段、関西の著名人リーグでご参加ということで、はい、はい、今季の成績はどうでしょうか？今季はそうですね、今のところは上位3人、4人の間に入ってるかなっていう感じですね、今のところ。では今日の意気込みを。意気込みですか、まあ、自分自身はもう西武のキャプテンなので、まあ皆さんの力になれるように頑張れたらいいかなと思って頑張っていきたいと思います。視聴者に何か一言お願いいたします。はい、皆さん、また私も含めて、皆さんの面白い大会を見れると思いますので、楽しみにしてご覧になってください。よろしくお願いします。あとなんですけれども、はい、西武の大将ということですので、はい、チームに何か一言お願いいたします。何か一言、皆さん一緒に頑張って勝ちに行きましょう。よろしくお願いしますね。お名前お願いいたします。はい、加藤哲郎です。普段参加されているリーグはどちらで参加されてますか？はい、関西著名人リーグで参加しております。今季の成績は？今季現在、4位ですかね。はい、4位になってますね。はい、今日の意気込みを何か。今日の意気込みですか、はい、大変ね、今回の東西対抗に関してはレギュレーションが全然違うんでね、ちょっとまあ戸惑うかもしれませんけれども、まあ普段通り、まあ配信タッグでも打つことになってますんで、なんとか、いいとこ見せたいなと思ってます。では配信タッグですので、視聴者に何か一言お願いいたします。なんか頑張ります。ありがとうございました。硬いんじゃない？はい、ありがとうございます。10プレイヤーのゼロです。よろしくお願いします。普段どちらのリーグでご参加されてますか？オリーグじゃない。リーグ、関西著名、また著名人なの何でもないんですけど、著名人の末席に座らせていただいております。末席に座らせていただいております。はい、では今季の成績はどうでしょうか？結構プラスです。はい、多分2位とか3位とかにつけてると思います。あ、そうか。では視聴者に一言、何か意気込みと一緒にお願いします。はい、私は名古屋生まれ名古屋育ちで10年間名古屋にずっといるんですけど、まあ、その中にこんないろんな人が集まってグッドプレーを競い合うとすごい嬉しいですね。空も泣いてますよね、今日台風が来て。空も泣いてますね、今日は。はい、本体低気圧になったって言ったところなんで、まあ、安心して打てるかと思います。はい、で今日みんな集まれるかなって心配だったんだけど、ね、集まってるみたいで安心しました。本日は一日よろしくお願いします。ありがとうございました。ではお名前お願いいたします。はい、関西著名人リーグの東中と申します。普段参加されているリーグはどちらでございますか？すみません、関西著名人リーグです。はい、はい、では今季の成績はどうでしょうか？いや、よくないんですけど、ちょっとゼロさんがその、まあ、関西著名人リーグ来ていただいてて、で本をですね、読ませていただいて、でここ金2戦は2位という形で、だいぶ、まだでもマイナスなんですけど。まだですね。はい、では、今日の意気込みを、視聴者の方に一言一緒にお願いいたします。はい、指摘ながら、ウルトラクイズで、ニューヨーク行ってから30年、時代は変わって、今度は麻雀でもですね、ベストワンを、まあ、今度こそ令和初のベストワンを取るように頑張りたいと思います。で、まあ、追い風ゴールポジションで28目 の参戦なんで、それも生かして今日もちょっと今までというかいい感じなんで、これを引き続き頑張りたいと思います。楽しく麻雀を、はい、やります。お名前お願いいたします。北海の浜と申します。はい、
では北海道で普段は出られているということで、はい、GBC 北海道リーグ今季で7期目を迎えているんですが、そちらで、今、事務局運営をやらせていただいております。じゃあ、ご参加もされて出てるということですか。そうなんです、1期からプレイヤーとしても参加させていただいています。では、今期の成績はどうでしょうか。今期はですね、250ポイントぐらいやっと勝っておりまして、プラスの状態で東西対決を迎えられたという状況です。今回が東西対抗戦初のことなんですけれども、それについて何か一言お願いいたします。全国各地のプレイヤーが、東西分かれて力を合わせて戦えるということで、今から戦うのを楽しみにしています。お名前お願いいたします。ジョンボケです。普段どちらのリーグでご参加されてますか。普段は北海道リーグ。北海道リーグ。でも今季の成績はどうでしょうか。今季はまっきり覚えてないんですけど4位か5位ぐらいで。あ、でも上位にはいるんですね。はい、今日配信卓なんですけれども、今日の意気込みを何か一つお願いいたします。気合いの配信卓でちょっとびっくりしてるんですけども、トップ取れるように頑張りたいと思います。お名前お願いいたします。北海道代表のヤンです。じゃあ北海道で普段出られてるということで、はい、じゃあ今日の意気込みを何か一つお願いいたします。はい、まあ、今日は個人戦ではないので、チームのために頑張りたいと思います。ありがとうございました。まずお名前お願いいたします。黒田と申します。ありがとうございます。普段参加されてるリーグをお願いいたします。東京リーグに参加しています。で、今季の成績は。今季はマイナス200ぐらい、かなり弱い成績となっております。はい、では今日の意気込みを何かお願いいたします。そうですね、ちょっと初めての東西戦参加というところで、ちょっといい成績残せるよう頑張ろうと思います。ありがとうございました。はい、東京リーグ代表で参りました、マロチェフと申します。よろしくお願いします。普段参加されているリーグはどちらで参加されてますか。はい、東京リーグで、まあ、運営を半分にやりながら選手としても参加している感じです。では、今季の成績はどんな感じでしょうか。まあ、今季あんまり良くなくて、ちょっとトントンぐらいの感じ。トントンぐらいあんまりトップが取りきれなくて。では今日の一言は何か。そうですね、まあ、片山先生とともに東京に、東京勢で勝ち抜きたいなと思います。よろしくお願いします。視聴者に向けて何か一言もお願いいたします。視聴者に向けて皆様 GPC をご覧になってくれてありがとうございます。東京勢頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。お名前お願いいたします。千葉リーグ代表の不良再建委員長と申します。普段参加されているリーグはどちらで。はい、千葉リーグの方に出場しております。今日の、意気込みを何か一つお願いいたします。もちろん勝ちたいっていうのもあるんですけれども、それよりもチームの人たちとの戦い、また全国いろんな人の出会い、そしてチーム戦というゲームなので、普通の一人一人の個人戦よりもできることってすごい多いと思うんで、いろんな試行錯誤とか重ねながら、なんか面白いゲームできたらいいなというふうに考えております。ありがとうございました。お名前お願いいたします。千葉から来ましたベガーヤンです。普段千葉の、リーグでご参加されているということで、はい、はい、ありがとうございます。では、今日の、意気込みを何か一つこちらに向けてお願いいたします。実際はあまりないと思うんですが、打点だけは高いので、大きな点が生まれるように頑張りたいと思います。ごめんなさい、今期の成績をちょっと聞くの忘れてた。今期の成績は一応プラスはい、今日配信宅だそうなので頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、千葉リーグ所属の熊です。いや、普段千葉リーグでご参加されているということで、はい、はい、今季の成績はどうでしょうか。今季はですね、ちょっと苦しんでまして、このままいくと、まあ、ちょっとグラジオン出れるかなっていう感じなんですけど、まあ、そちらもちょっと頑張っていきたいと思ってます。では今日は配信卓です。今日の意気込みは何か。いや、そうですね、ちょっと配信卓っていうことで、以前ですね、私グラチャンにさせていただいて、それ以来の配信なのでとても緊張してるんですけども、皆さんに見せて恥ずかしくないな、はしゃぎを打てればなと思ってます。お名前お願いいたします。はい、千葉リーグの岩佐と言います。はい、では普段千葉リーグからの
はい、はい、ありがとうございます。いつもなら今日の意気込みを聞いてるんですけれども、はい、先ほどあの役満を上がられたそうなので、はい、まあ、見てましたけども、はい、それの何かの感想と、まあ、意気込みもまだ今まだあるので何か一言よろしくお願いします。役満は、まあ、まだ今日、役満が1回も出てないっていうので、まあ、7つ商品用意してあるって言ったんで、まあ、せめて1個でもと思って、あとは、テンパったらもうチームから、同じチームから出ちゃったらどうしようかなっていう心配ハラハラドキドキしながら、やりにくいですよね、そういう時は。でもまあなんとか積もって、はい、もうしかも裏ロックという裏ロック最高でした、ね、しかも最後の入り目が裏ドラの表示台になってた、はい、最後の入りだったんで、すごい良かったですね、それは。であと1回あるんで、はい、ちょっと目指して優勝、大賞目指して、大賞目指して、はい、はい、頑張ります。すーごい裏ロック、どうぞ、やりましょう。どれか1枚もらえるの、俺も積もってるの、すーごい裏ロック、いいですね、運送がね、ずっとこう、はい、はい、おめでとうございます。お名前お願いいたします。赤沙汰って言います。普段参加されてるリーグお願いいたします。普段は、GPC 静岡の方に出ています。では今日の意気込みを何か一つお願いいたします。今日はもうとにかくこんなね、広い場なので、まあ、とにかく何も考えず楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。嘘、赤里さん配信タグに出るわ。配信タグです。なんか配信タグして僕最終戦が配信、最終戦配信タグだった。もう一回、はい、今のね、あれね、じゃあもう一回行きましょう。2波で、はい、はい、では、はい、どうぞ。お名前お願いいたします。赤里と言います。普段参加されてるリーグはどちらで参加されてますか。はい、普段は GPC 静岡の方に出場しています。はい、では今期の成績はどうでしょうか。今期はそうですね、まあ、若干プラスぐらいで、まあまあトントンぐらいです。はい、はい、では今日配信卓ですけれども、今日の、何か意気込みを一言お願いいたします。あんまり配信卓といっても考えちゃうと、ね、何もできなくなっちゃうんで、もう普段通り気軽に打ちたいなと思っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。三吉です。普段参加されてるリーグはどちらでご参加されてますか。GPC 静岡に出ています。じゃあ、今日の意気込みを一つ何か。はい、東軍の人に迷惑かけないように、打ちたいと思います。あと勝ちたいと思います。はい、ありがとうございました。お名前お願いいたします。静岡リーグが非常に出ました。はい、普段静岡リーグで、出られてるってことで。そうですね。今期の何か、今期でごめんなさい。意気込みを、今日の意気込みを何かお願いいたします。そうですね、今日の部分が3万点の3万返しってことで、2茶でもある程度ポイントがもらえるっていうところで、自分の麻雀には合ってるかなと思うので、ちょっと頑張ります。頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。お名前お願いいたします。たっくんです。普段参加されているリーグはどちらで参加されてますか。普段は名古屋に1回だけ出たことがあります。はい、今期の成績は。今期の成績は、望月さんに GPC に選んでもらったそれだけです。今日配信卓ですけれども、今日の、ね、意気込みを何か一言お願いいたします。望月さんに選んでもらったので、ハネバンベースで頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お名前お願いいたします。YT89 です。普段参加されているリーグはどちらで参加されてますか。GPC 名古屋です。いや、今日の意気込みを何か一つお願いいたします。そうですね、今日勝ってブラちゃん取って名古屋にブラちゃんを持って帰らせていただきます。ありがとうございました。お名前お願いいたします。名古屋リーグ代表タッチです。普段名古屋で、名古屋でご参加されてるってことで、はい、はい、でも何か今日の意気込みを一つお願いいたします。そうですね、出場する資格を与えてくださった名古屋リーグの方と選んでくださった朝ピンプロの何恥じないような打ち方をしたいです。でお名前お願いいたします。名前、はい、はい、あちらに代表いらない名前だけど、カズマです。はい、普段参加されてるリ
ーグはどちらで参加されてますか？名古屋リーグで、はいはい、参加してます。ありがとうございます、はい、今日の意気込みを一言何かお願いいたします。そうですね、今日は初めての、まあ、東西対抗決定戦といって、まあ、毎年グランドチャンピオン大会で全国のグッドプレイヤー集まるんですけど、今日もあの全国の GPC のグッドプレイヤーたちが集まってるんで、みんなでマナーの面も麻雀の面も、まあ、真剣にやって楽しめたらいいなと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。はい、お名前お願いいたします。ギッチと申します。よろしくお願いします。いや、普段参加されてるリーグはどちらで参加されてますか？名古屋リーグです。今日の意気込みを何か一言お願いいたします。展望を借りないように、借りることがないように頑張りたいと思います。そうですね、はい、今日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お名前お願いいたします。はい、愛ちゃんです。参加されてるリーグはどちらで参加されてますか？はい、名古屋リーグです。今日の意気込みを何か一言お願いいたします。緊張してブルブルしてますけど、でも一生懸命楽しんで頑張ります。ありがとうございます、はい、お名前お願いいたします。はい、関西、西郡の、ノベビッチと言います。参加リーグはどちらで参加されてますか？はい、一般 の、 関西リーグの方で参加しております。今日の意気込みを何か一つお願いいたします。はい、まあ関西の力を、見せつけれるように頑張りたいと思います。ありがとうございました、はい、ではまずお名前お願いいたします。スカンボスです。普段ご参加されてるリーグはどちらで？関西リーグですね。関西リーグで、はい、今日の意気込みを一言お願いいたします。今日の意気込み、はい、いや、自分の麻雀を精一杯打つだけですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、でまずお名前どうぞ。ジャンボと申します。はい、じゃあ参加リーグの方お願いいたします。関西一杯リーグです。じゃあ今期の成績お願いいたします。はい、プラスマイナス0ぐらいです。では、今日の意気込みを何かお願いいたします。はい、今日は、ぜひとも横綱になって、グラちゃんに行きたいと思います。ありがとうございます。視聴者に向けて一言お願いいたします。はい、頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お名前お願いいたします。はい、ジャンネームは静か御前です。はい、普段どちらのリーグでご参加されてますか？徳島リーグが本拠地で、関西リーグの方にも遠征を時々してます。では今日の一言何かお願いいたします。絶対西が勝ちます。お名前お願いいたします。はい、徳島から来ました必殺仕掛け人です。よろしくお願いします。普段どちらのリーグでご参加されてますか？はい、徳島リーグですね。はい、はい、ですよね。今言いました。今言いましたね。で今日の一言何かお願いいたします。はい、今日は仕掛け人さんじゃないと、ね、打点を稼ぐということなので、この1ヶ月間ずっとね、いろんなルートでトレーニングしてきました。で昨日ね、1日早く通販号上がっちゃったんだけど、今日もまた出せるように頑張ってやっていきたいと思ってます。お名前お願いいたします。岩田です。普段どちらのリーグでご参加されてますか？徳島です。じゃあ今日の意気込みを何か一つお願いいたします。意気込み、まあ皆さん、運をいただくというそういうことです。ありがとうございました。愛媛から来ました、久保さんです。はい、でも普段愛媛の方からで、愛媛のリーグで出てるということで。そうです。はい、もうちょっと配信卓だったんですけれども終わっちゃったので、でもトップ取られ、あ、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではちょっともう今からなんですけど、今日 の、 意気込みも一言お願いいたします。できれば西軍の商品に貢献したいそういうことができればなって思います。はい、ありがとうございました。お名前をお願いいたします。はい、福岡から出てまいりました増田哲夫と申します。JCB はもういつも皆勤賞で出ておりまして、片山先生と加藤さんの時には2位を取らせていただきました。参加リーグはどちらで出られてますか？福岡 の、 福岡のじゃんけんぽんで。今日の意気込みは何かお聞きいえいえ、マナーよく楽しくやらせていただくのがモットーでして、ジャン歴の方は長いけどもあんまり強くはありません。今日もじゃんけんで負けました。お名前お願いいたします。福岡リーグ代表の山さんと申します。で普段、参加リーグは福岡の方で出られてます。はい、福岡で、はい、出てます。はい、ありがとうございます。で今期の成績をお願いいたします。
そうですね、可もなく不可もなくって感じですね。はい、ありがとうございます。今日配信卓ですけど、今日の意気込みをお願いいたします。まあ、とりあえず、まあ、今回あの福岡リーグで7月に優勝させていただいて、このように来ることができたので、まあ、福岡とか九州の皆さんを、代表するような麻雀が打てればいいなと思ってます。ありがとうございました。はい、松本です。普段参加されているリーグはどちらで参加されてますか？鹿児島の方で参加させていただきます。鹿児島の方からはありがとうございます、はい、今日の意気込みをお願いいたします。そうですね、今日飛行機は遅れてきて、そうですね、はい、2戦目の南入から難波から入っていったんですけど、はい、今から一生懸命、はい、最後まで頑張りたい。でも本当に良かったです、はいはい、では本日、GPC 東西対抗戦の裁判長を務めていただいてます。裁判長ね、審判長ですね、申し訳ないです。裁判長はですね、審判長です、まあ、審判長を務めさせていただいて望月摩擦プロ、何か一言お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうも、初めてね、行われる GPC 東西対抗戦ということで、まあ、東西、ね、東と西に分かれて、まあ、どちらのチームが強いのかということをね、戦うような、まあ、新しい試みの大会になってますけど、やっぱりね、それぞれの地方を代表する選手ということで、かなりこう麻雀強い人がいっぱい集まってるし、グッドプレイヤーの選手が多いなっていうふうに思いますよね。はい、はい、僕半分、7割ぐらい知ってるかな。僕あの結構してますね。そうグラちゃんにも行ってるし、はい、去年王座っていうのもやったし、それから各リーグに僕お邪魔させてもらってることが多いんで、結構、はい、存じ上げてることが。名古屋リーグにも来ていただいたので。あ、そう名古屋も行きました、はい、ね、では、はい、そうですね、はい、東西、まあ、皆さんでちょっと聞いてるんですけれども、はいはい、まあ、今回から始まる東西対抗戦について一言何かお願いいたします。はい、そうですね、やっぱりこう普段ね、地元のリーグで戦われてるのは東西、GPC リーグですけど、やっぱりこう何か目標があったりとか、やっぱりこの地方を代表して戦うっていうことはやっぱり魅力的なことで、選手もやっぱりね、それぞれの地方を、ね、看板を背負って戦うっていうことはやっぱり選手にとってはプラスだと思いますんで、まあね、年度末に、ね、グラちゃんもありますけど、こういった機会が、まあ、年に何回かあれば交流も広がっていきますし、またこういう東西対抗を目指したいなっていう人たちが全国に増えていただいて、まあ、GPC の、ね、参加率が上がってくれたら僕は嬉しいなっていうふうに思ってます。本当に片山代表とバック代表が好きで協力を応援させてもらってる GPC リーグなんで、はい、これからもこの場が全国に広がっていっていただけたらいいなって思ってます。はい、ありがとうございました。こんなんでいいですか？はい、ありがとうございます。またね。